豊橋市豊川市東三河とは、愛知県の東部を指す、豊川流域及び、厚見半島で、遠州灘に面する地域である。地方中心地は、豊橋市。豊川流域に位置し、浜名湖、遠州灘、三河湾、三河山地、新井の峠、弓張山地に周囲を挟まれた地域である。本宮山から、三金山に至る丘陵を、西三河との境とする。 大化の改新以前には、北北像の支配領域であった。豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の八市町村で構成されており、海や山に囲まれた地形的な特性を背景に、方言や宗教、食文化などをはじめとして、文化的にも尾張地方や西三河地方とは、差異があるとされ、 現在でも愛知県内において独特の風土や文化を保っている。人口減少と少子高齢化が進行しており、教育の場を求めて大都市圏へ若者が流出している。2040年には地域の人口が65万人まで減少する予測となっている。自動車のナンバープレートは地域全体が豊橋ナンバーのエリアである。 人口74万3712人、面積1723.47、経平方メートル、人口密度432人、経平方メートル。気候は南部が温暖な太平洋側気候に属する。温暖な気候を利用したメロンの栽培が盛んであり、静岡県西部や茨城県南東部と並ぶ大山地になっている。一方北部の山岳地帯は、 内陸性気候との混合形態であり、気温の年角差が大きい。冬季には積雪や氷点下10度以下の低温も見られる。紀元1から2世紀にかけて、弥生時が伝えられ、この地方における弥生時代が始まったと考えられている。東三河はもともとは三河国ではなく保国像の治める保国であり、三河国とは、もののべ族の三河国像の治めた。 現在の西三河地方のみを指した。後に保国は補表となった。律令時代になると、保国と三河国は合併させられ、合併した際の両政国名は三河国となった。この三河国の国府、市宮宗や、者、国分寺及び国分天寺のすべては旧保国の東三河にできた。七世紀の末和に古代国家の土地制度である上利制が執行され、 区分田が阿武地区された。豊川市国府町から八田町、白鳥町、小田淵町、ためあたり町、水戸町などの大川下流の中石地に広がる、上理性のあったことが確認されている。ためあたり地区では、補助整備事業に伴い、埋没上理の確認を目的にした発掘が行われ、壺の境界、水路や京阪散在した弥生、古墳時代の遺跡も確認され、 前代からの連続した水田工作が行われたことも確かめられた。さらに、地層や遺物の詳細な検討から上理性志向が平安時代中期を下ることも推定された。また、東三河には豊橋市、鎌郡市、田原市等にも上理痕跡が認められている。東三河で現存する寺院では、不問寺や赤岩寺、在賀寺、 東関の寺が奈良時代行記による改装と伝え、蓬来寺は大宝2年で治む仙人による創建と伝えるが、いずれも伝承の一を出ない。これらの寺院に伝来した仏像や考古資料などからは、おおむね平安後期鎌倉時代にかけて、天台宗や新言宗の影響のもと、山寺として創建があるいは中興され、山内に、 多数の防野院を含むガランが展開した場合が多く、この地域の地形的特徴を反映したものとみられる。なお、鎌倉初期に、三河守護、足立森長が造営したとされる、三河七海道には、近電寺丹の堂、丹野未道、だらぎ山在河寺観音堂、赤岩山方言寺未だ道、船形山不問寺観音堂、立田山長泉寺、宝来寺未道が挙げられ、 近伝寺以外は東三河に所在する。上級の乱の後、鎌倉幕府の有力御家人であった足利義氏が三河仕事となり、矢半木川流域を拠点として西三河に勢力を拡大した。その後、長く三河は足利氏一族の重要な基盤となり、足利高氏が室町幕府を築くにあたって、京都と鎌倉の中間地点にあたる。 この地域を掌握していたことは重要な意義を持った。一方、中世には国家の活動はほとんど見られなくなり、政治の中心は東三河から西三河へと次第に移っていった。応人の乱などを経て、室町幕府の支配が動揺すると、東三河では三河牧野市や戸田市などが台頭した。一方、駿河、東東美を基盤に台頭した今川氏は、 今川義元の頃三河にも進出し、尾張への進出も伺うほどであったが、桶狭間の戦いに敗れ、没落した。西三河の土豪松平氏の出である徳川家康は、幼少期には今川氏の人質も経験しているが、これを機に今川氏から独立して、半島を広げ、関ヶ原の戦いを経て天下を統一し、戦乱の時代に終止符を打った。家康は、東、三河を、 吉田城を中心に、堺中寺に統治させた。天正18年、徳川家康は、豊臣秀吉により、関八州へ移ることを命じられた。東三河へは、豊臣秀吉の命で、池田照正の入法となった。15万2000国である。本拠を吉田城に据えた。元牧野氏の牛久保城と、元戸田氏の田原城を市城にし、 元戸田市の二連木城は近いため廃城とした。大公時代、吉田城中心に統一されていた東三河は、徳川家康の征夷大将軍就任以降、分割された。吉田城は、吉田藩、田原城は、田原藩、新城城は、新城藩、牛久保城は、幕府天領となった。また、第二代征夷大将軍には、東三河の八名軍南部を本拠地とする、 三河西郷氏の西郷局の子、徳川秀忠が継ぎ、聖大将軍は世襲と、聖理、戦国の面影は徐々に消えていき、天下太平の江戸時代の安定期に入る。明治維新を経て、明治2年、吉田藩は、藩名変更を命じられ、豊橋藩となった。廃藩地権を受け、豊橋藩は、豊橋県に、田原藩は、田原県になる。新城藩は、一旦、 稲県に編入された。明治4年、旧三河国各県と旧尾張国地田群は岡崎城あたりを県庁とするぬかた県に統合する。また、これに稲県に入っていた旧新城藩もぬかた県に合流する。明治5年大区小区制により、県のもとに区を設立した。明治5年、名古屋県から改名した愛知県とぬかた県は合併し、現在の愛知県が成立する。 明治11年軍区町村編成法制定を受け、東三河は軍及び各町村に分かれ、現在の軍及び町村の原型が出来上がる。明治20年代の明治憲法発布に合わせ、軍政や町村制が施行される。豊橋市は明治に市政を施行した。大正10年には軍政廃止法が発布され、大正12年に軍会が廃止され、 大正15年に軍庁と軍役所が廃止された。豊川市は太平洋戦争終戦前に市政を施行した。戦後、地方自治法の施行を受けても市町村の区画は明治時代の区画を基本に合併して出来上がっている。現行地方自治法施行後、町村合併促進法による合併で、鎌郡市及び新城市が平成の大合併により、 田原氏が姿勢を施行した。2012年、東三河の地域振興を図る目的で県の東三河総局が豊橋市に設置され、担当する副知事が常駐している。また2015年には、東三河地域の市町村で構成される、東三河広域連合が結成されている。以下の五市二町一村がある。東三河は太平洋岸から天竜川流域にあたる稲田にへの、 連絡口という機能を担っている。東三河には日本郵便の地域区分局として郵便番号 44X の地域を担当する豊橋南郵便局がある。なおと米村の内9と山村の区域は浜松西郵便局が地域区分局である。東三河保の国広域協議会なぜ今広域連合なのか www.east-mikawa.jp2021 年6月25日閲覧東三河地域の人口東三河地域研究センター2021年6月25日閲覧六町四方を基礎に原則として東西南北の方向にそれぞれ城と里に区切り里の一辺を6等分して36の壺に 分割し、一坪イコール一丁を十段とし、一段を三百六十歩とした。経由引き取り税、産業廃棄物税、ゴルフ場利用税に関しては、西三河県税事務所、安城関税課が一括して管轄している。ありがとうございます。